は何時に帰ってくる？うん、もうすぐ仕事終わるからできるだけ早く帰るよ。よかった、待ってる。ところで今度いつ実家に行く？え、実家って？いつ行くのかなって思って。え、俺の実家の話？そうだよ、婚約してるんだから定期的に行った方がいいよね。それはありがたいけど、先週行ったばっかりだし当分はいいんじゃないかな。優子も気を使うだろう。え、そんなことないよ、私は毎日でも行きたいもん。そう言ってもらえるのは嬉しいけど、行っても特に用事ないから当分はいいよ。でも仲良くなった方が良くない？今後のためにも。うん、ありがとう。気持ちは嬉しいけど、そんなに心配しなくてもいいよ。うちの両親も優子のことを気に入ってたみたいだし。でもやっぱり私みたいな他人が陽ちゃんの家族になるんだから、いろいろ心配、言っておきたいな。大丈夫だよ、俺も両親も他人だと思ってないから。ありがとう。でも嫁姑問題とかもあるから、もっと陽ちゃんの両親に気に入られておきたいよ。まあ心配な気持ちはわかるけどな、俺も優子のご両親ともっと仲良くなりたいし。じゃあ今度週末は優子の実家にお邪魔しようか。一緒に食事なんかどうかな？いや、うちの実家は大丈夫よ、みんな陽ちゃんのこと大好きだし、妹の渚だって陽ちゃんと結婚したいって言ってるくらいだし。ハハハ、渚ちゃん可愛いよな、中学生だっけ？俺も渚ちゃん大好きだよ。だからうちの実家は大丈夫、私は陽ちゃんの実家に行きたいの。ただでさえ陽ちゃんは次男なんだから、長男のお嫁さんより気に入られなきゃ。そんなこと気にしてるの？全然気にしなくていいのに。そんな何かを競ってるわけじゃないんだし、優子は優子らしくいてくれればそれでいいんだよ。そんなわけにはいかないのよ、やっと婚約したんだから、気に入られて一緒に暮らせるところまで一気に持ってかないと。ん、一緒に暮らすって何のこと？決まってるでしょ、同居よ。え、同居？そうよ、結婚したらぜひ陽一の実家で同居しようって思ってるの。そんな話してたっけ？まだしてなかったかもしれないけど、同居してご両親のこととか私たちで面倒見ましょう。いや、そのつもりはないよ。大丈夫、私はそのつもりだから。お兄さんの奥さんは同居したがってないんだよね？いや、そんなことないと思うよ、お姉さんも両親とうまくいってると思うけど。まあどっちにしても今は同居してないんだよね。私は同居は賛成だから、むしろすぐにでも一緒に住みたいくらい。ありがたいけど同居の予定はないよ。それに優子が同居したいって思ってたのを全然知らなかったよ。私は同居した方がいいと思ってるよ、ご両親も近くに家族がいた方が安心だと思うし。そこまで考えてくれてたんだね、ありがとう。いいのよ、だからできるだけ仲良くなっておきたいの、いいでしょ？本当に俺の家族のことまで考えてくれてありがたいんだけど、俺の両親の面倒は兄貴の家族が見ることになってるからさ、気にしないでよ。え、今からでも帰られるでしょ？大丈夫、兄貴が家も継ぐことになってると思うし。でもお兄さんはお父さんの会社で働いてないって陽一言ってなかったっけ？そうだよ、今は違う会社で修行中なんだ。だから俺はこれから兄貴を支えていくんだよ。陽一はお父さんの会社で働いてるんだから、陽一が継ぐべきなんじゃないの？俺はそんな器じゃないよ、いずれこっちの支社を任せたいって言われてるからこっちの支社にいるわけだし、本社は兄貴がいずれ継ぐよ。そんなの聞いてないよ、陽一が継ぐと思ってたのに。じゃあ実家はどうなるの？実家？あの豪邸はどうなるの？どうなるって何が？あの豪邸は誰が受け継ぐのよ？それはわからないけど、兄貴も普通に自分の家持ってるし、両親もまだまだ元気だし、継ぐとか考えてなかったけど。ちゃんと考えてよ、大事なことでしょ、
あんな一等地にある豪邸、誰が受け継ぐかってとっても大事なことじゃない。今はまだ妹も住んでるし、妹が住むんじゃない。まだ妹は結婚の予定もないし、当分はこのままだと思うけど。じゃあ、私たちがもらってもいいわけだよね。え、どういうこと？私たちが今のうちから同居しておけば、ご両親亡くなった時には自然と私たちのものになるでしょ。陽一のお兄さんと妹さんと揉める必要もないわけでしょ。何の話してるの？なんで親が亡くなった時の話してるんだよ。だって事前にクリアにしておかないと、その時になって困るでしょ。そうかもしれないけど、まだ早すぎるよ。結婚してからでもいいんじゃないか。そうかな。今のうちに話をしておきたいんだけど、陽一の実家が私たち夫婦のものになるように。なんで？理由なんてそんなにないけど、ただそう思うだけ。変じゃないか、まだ結婚する前からそんなことばっかり気にするなんて。変じゃないよ、大事なことだもん。俺たち婚約したのもつい先週だし、まだゆっくり考えていってもいいんじゃない。優子が俺たち家族のことも心配してくれるのはとってもありがたいんだけど、今はまだ考えるの早すぎだよ。そんなことない。私あの家が欲しい。え？あの家が欲しいから事前に確認しておきたい。あの家が私のものになるかどうか。それは今ははっきり言うことはできないよ。わからないよ。なんでよ、男でしょ。それくらいはっきり言えるでしょ。妹なんかに渡すことないよ。私だってあの豪邸に住みたい。優子、まさかあの家目当てで結婚しようとしてるのか。え、何言ってるのよ。そんなことあるわけないでしょ。そんなこと言うなんてひどい。ごめん、でも明らかにそんな感じだったから、まさか家だけが目的なのかと思った。そんなわけないよ。ただ結婚するならあの家に住みたかった。実家は親のものだし、俺はこっちの支社で働いてる限りあそこにある家には住めないよ。住んだら通勤がかなり厳しくなるし。本社に移動できないの？え？陽一が本社で働けばいいんじゃない？それでお兄さんにはこっちの支社を管理してもらえばいいし、そしたら陽一が最終的に本社を継げるじゃない。さっきも言ったけどさ、俺はそんな器じゃないし、兄貴が継ぐことに納得してるから。俺も今の職場楽しいし、移動するつもりもないよ。何よそれ、本当に男なの？野心とか野望とかないわけ？呆れた。せっかく金持ちの家に生まれてもそれじゃ全然意味ないじゃないの。がっかりだよ。どういうことだよ。陽一と結婚したらあの家に住めると思ったし、最終的にはあの家が私のものになると思ってた。それに陽一も今お父さんの会社で働いてるし、後継候補なのかと思ってた。勘違いして損した気分。お兄さんと付き合えばよかった。最悪だよ。それ本気で言ってるの？そうだね、がっかりしたのは本当だよ。なんで陽一にしちゃったんだろうって思ってる。先にお兄さんに出会ってればよかったな。今からでも遅くないかな。何言ってんの？お兄さんまだ子供いないでしょ？いないけど、それが何？私が先にお兄さんの子供を妊娠すれば奥さんも諦めてくれるかな。それって冗談で言ってる？だとしたら相当悪趣味なんだけど。結構本気なんだけど。俺たち婚約してるんじゃなかったの？婚約者の兄との子供欲しがるってどういうこと？だって陽一、かなり条件のいい相手だと思ってたのに、話聞いてたら明らかにお兄さんの方が良さそうなんだもん。今からでも遅くないかなって思って。結構ショックなんだけど。やっぱり金目当てだったってことだよね。金っていうか、お父さんの地位とか全部かな。全部？家とか土地とか社長夫人っていう地位とか、いろいろ陽一と結婚したら夢が叶うと思ってたんだけどな。残念。俺も残念だわ。
でも今のうちに分かってよかった。何が？もう今後俺にも俺の家族にも関わらないで。なんでそんなこと言うの？別れる気？はあ、当たり前だろ。こんな話聞いて付き合ってられるわけないだろ。それならせめてお兄さんの連絡先教えてよ。俺には男らしさも野心もなかったかもしれないけど、優子のおかげで仕事頑張る気になったわ。こんな金目当ての女と結婚するくらいなら仕事真剣にやってる方が幸せだって気づかせてくれてありがとう。二度と俺の前に現れないでください。その後、優子は懲りずに私の実家に勝手に遊びに行ったりしていましたが、婚約破棄を報告していたので両親は警備に連絡して二度と入れなくなりました。それから5年、私は死者を自分の実力で大きくすることができました。その後知り合った素敵な女性とも結婚できました。最近では若手実業家としてニュースにも取り上げられるようになりました。優子は38歳でまだ独身、婚活パーティー巡りを続けているそうですが、今回のお話はいかがでしたか？毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価、お待ちしています。